どうも、赤月です。今回の動画ではですね、日課ウイスキーのラインナップを改めて振り返りながらご紹介していきたいと思います。最近ではサントリー値上げのニュースもありまして、私も含め、ウイスキーファンの方には暗い話題が先行しがちなんですが、そんな今だからこそ改めてね、この日課ウイスキーのラインナップをおさらいしておこうかなというふうに思いました。もちろん日課だったりキリンだったり今後追従をしてね値上げをする可能性もありますので、今回ご紹介する金額はあくまで2023年11月現在のものになりますのでそのあたりはご了承ください。それでは行ってみましょう。赤月とウイスキー。ウイスキーファンの方はご存知かと思いますが、日課ウイスキーは日本のウイスキーの父と呼ばれる竹鶴正隆さんが創業をした日本を代表する老舗ウイスキーメーカーです。この日課ウイスキーの日課というネーミングなんですが、創業当時の大日本果汁株式会社から由来しています。この大日本果汁株式会社という会社はですね、ウイスキーをこう製造販売するまでのこう熟成期間とかの間に、北海道余市特産のリンゴなんかを使った商品、リンゴジュースとかを販売していた会社だったんですね。この竹鶴正隆さんの歴史や人生についてはこれからウイスキーを飲む上でとても興味深いというか、参考になるお話なので、ぜひ興味のある方は NHK の連続テレビ小説マッサンとか、それから竹鶴さんに関する書籍なんかもぜひ読んでほしいなと思います。竹鶴さんとリタさんの夫婦の絆なんかはとても温かいお話です。はい、それでは現在の日課ウイスキーのラインナップ一つずつ紹介していきます。まずは一番安い価格のウイスキーからなんですが、こちらがブラック日課のクリアです。このブラック日課クリアはノンピートモルト、こうスモーキーな特徴がないモルトウイスキーをベースに作られているかなりすっきりとした味わいが特徴のウイスキーです。居酒屋さんの飲み放題のハイボールメニューなんかによく使われるような銘柄なんですが、先ほども言ったように結構すっきりとした味わいが特徴なので、最初ハイボールとかウイスキー慣れる時にウイスキーの香り強いのが苦手だっていう方には、最初に飲むにはねおすすめしたいんですけど、他のブラック日課シリーズとか、ウイスキーを飲み進めていって、こちらに戻ってくるとですねちょっと物足りなさも感じる銘柄なので、そのあたりは好き好きあると思います。ただ値段に関してはメーカー希望小売価格900円ということにはなっていますが、酒屋さんやそれからスーパーなんかでね700円ぐらいで売られているすごく安いウイスキーなので、普段飲み用ハイボール用に安さを重視したいという方はこのブラック日課クリアの選択肢もいいんじゃないかなというふうに思います。次もブラック日課シリーズなんですが、こちらはブラック日課のリッチブレンドです。このブラック日課リッチブレンドは私の動画でもたびたび登場する銘柄なんですが、味わいの特徴としてはですね値段の割に、甘さがしっかりしていて、なおかつ華やかなね香りも楽しめるっていうのが結構魅力的なウイスキーです。味わいの中核を担っているのが宮城郷蒸留所で作られるシェリーダルモルト原酒ということもありますし、日課のカフェグレーン原酒もねちゃんと入ってますので、もちろん水割りとかハイボールにしてもかなり飲みやすくて美味しいんですが、ウイスキーそれなりに飲み慣れている方は、ストレートとかロックでもね十分こう飲み応えのある味わいなので、メーカー希望小売価格1330円というふうにはなってますが、だいたい酒屋さんなんかでは、1200円以下ぐらいで売られている銘柄なので、今こう値上がりの時代にはねかなり頼もしい銘柄なんじゃないかなと思いますね。はい、まだまだブラック日課シリーズ続くんですが、次に紹介するのがブラック日課スペシャルです。このブラック日課スペシャルは日課ウイスキーファンの方から長年支持をされ続けている人気銘柄なんですが、味わいもかなりバランスがいいですし、フルーティーさだったり甘さだったり、あとは余韻に感じるちょっとしたこう樽感とかスモーキーさもありますので、普段飲みにするにはかなり飽きない味わいでとてもおすすめしたい銘柄ですね。私の個人的な好みで言うと、次に紹介するディープブレンドっていうねブラック日課の銘柄の方が買う頻度が多いかなとは思いますが、そのディープブレンドを紹介した動画にも、スペシャルがね一番好きですっていうコメントかなり来てましたので、全く飲んだことがないっていう方はぜひ、このバランスのいいブラック日課スペシャル、一度はね飲んでほしいかなと思います。メーカーの希望小売価格は1350円っていうふうにもなっていますが、
まあ、酒屋さんとかでは1300円以下ぐらいでね売られてることが多いので、価格的にもやっぱりこのブラック日課シリーズすごく試しやすいと思います。はい、そして次に紹介するのが、個人的にブラック日課シリーズで一番大好きなブラック日課ディープブレンドです。このブラック日課ディープブレンドはブラック日課シリーズの中でもかなり味わいにこうパンチがあるというか芯のある、銘柄なんですけど、樽由来のこう樽香だったり、バニラのような、ね、甘さもしっかりと感じますし、余韻にはちょっとこう日課独特の焦げっぽいスモーキーさなんかもこう鼻から抜けていくような、銘柄なので、スモーキー系のウイスキーでコスパのいい、ウイスキー探している方とか、あとはしっかりとした味わいの満足感のあるハイボールを飲みたいっていう方には、個人的には一押しの、ブラック日課になります。おそらく先ほどのブラック日課スペシャルと並んでブラック日課シリーズの中ではファンの多い銘柄なんですが、まあ、希望小売価格も1500円っていうふうにはなってますけど、安めの酒屋さんとかね、それからスーパーなんかでもね1300円以下ぐらいで売られていますので、まあ、このブラック日課シリーズに関してはまあ、お近くのこう安い酒屋さんをね、見つけてそういったところでこう買うっていうのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。またアルコール度数もそれぞれ違いがありまして、ブラック日課クリアが 37%、 リッチブレンドが 40%、 スペシャルが 42%、 ディープブレンドが 45% ということで、まあ、このアルコール度数の違いも含めて、ご自身の中でねコストパフォーマンスの優劣をこうつけていくっていうのも結構面白い選び方かもしれません。次に紹介するのが、若干ね、マイナーというか影が薄い存在になりがちなんですが、日課ウイスキーのハイ日課です。こちらのハイ日課はですね結構好きで上飲しているっていう方も中にはいらっしゃると思うんですが、個人的にはあんまりね、買ったことがないというか1回ぐらいしか多分買って、飲んだことがない銘柄なので、まあ、あんまり詳しくね、テイスティングのコメントできないんですけど、個人的な印象としてはかなり味わいがビターだなっていうイメージがあったのと、結構ストレートだとアルコール感がかなり強く感じた記憶があって、それもあって多分ね、他のブラック日課シリーズを買うことが多くなったというふうに記憶しています。希望小売価格が1200円、アルコール度数が 39% なんですが、酒屋さんでもだいたい1200円とかね1180円とかで売られていることが多いです。ちょっとこのハイ日課に関しては、好きな方詳しい方がいらっしゃったらぜひこういう味わいだよこういうところがいいよっていうのを、コメントで教えていただけるととても助かります。よろしくお願いします。暁とウイスキー。次に紹介するのが日課ウイスキーの中でもかなりこうストーリー性もあって、重要な存在である、スーパー日課です。こちらのスーパー日課は竹鶴正隆さんの妻、リタさんが亡くなった後に、竹鶴さんがリタさんへの愛と感謝の気持ちを込めて、ブレンドをして出来上がった、まあ、日課ウイスキーの中でも歴史的にもすごく重要なブレンデッドウイスキーです。とても歴史のあるウイスキーなんですが、現在発売されているスーパー日課に使われている原酒は、宮城郷蒸留所のシンダラ熟成のモルト原酒、それから余市蒸留所のライトピーテッドモルト原酒、少しピートを炊いたモルト原酒ですね、それからカフェグレーン原酒ということで、一応公式ホームページには、深く甘やかな香り、それからほのかな甘さとまろやかなコク、穏やかなピートの余韻が続くということで、まあ、このスーパー日課はですね日課ファンの方は本当に好きな方多いと思いますし、まあ、価格も今だいたい酒屋さんで2500円ぐらいで買えるウイスキーなので、味わいのこうクオリティも考えるとかなりコストパフォーマンスの高いブレンデッドウイスキーだなと私も思います。味わいのバランスもかなりいいので、甘さだったりフルーティーさ、それからちょっとタル感とかビターさも感じますし、結構敏感な方はスモーキーさとかもね拾えると思います。ストレートよりはどちらかというとロックとか、あとは水割りね公式で、おすすめされてますけど、まあ、水割りだったりハイボールで飲む方が、意外と飲みやすいかなっていう銘柄ですね。まあ、あとこのスーパー日課に関しては先ほども言ったように歴史が結構長いウイスキーなので、特級時代とかね1980年代とかそのぐらいの、スーパー日課とかも、売られていることもあります。私も実際、日課のねバーで、
特急時代のスーパーニッカのハイボールいただいたことありますけど、めちゃくちゃ美味しかったので、まあ、そういうオールドボトルのねスーパーニッカを探す楽しみもあるのかなっていうふうにも思いますね。あと現在発売されているラインナップの中には700ミリのフルボトル以外にも500ミリのサイズっていうのがありますので、初めて飲まれる方はね、そういった500ミリのちょっと割安なサイズで試してみるのもいいと思いますので、飲んだことない方はスーパーニッカもぜひチェックしてみてください。はい、そして次がですね、ニッカのブレンデッドウイスキーの中でも多分一番こうウイスキーファンの方がね支持が高いウイスキーじゃないかなと思いますが、ニッカウイスキーフロムザバレルです。もはやウイスキーファンの方には、説明をする必要がないぐらい大人気な、おそらく、まあ、サントリーの山崎とか白州も人気あると思うんですけど、まあ、そのぐらいね、人気の高い、この可愛らしい 500ml のボトルに入った大人気ウイスキーですね。こちらのフロムザバレルなんですが、熟成させたモルト原酒とグレーン原酒をブレンドさせた後に再度他の樽で数ヶ月間再熟成マリッジを行って、さらにその樽から出す時にもなるべく少ない加水量で、ほぼこう樽出し原酒のような状態でアルコール度数 51% というね、高いアルコール度数で出荷されるという、まあ、かなりニッカウイスキーの中でも特殊なウイスキーになっています。このコンパクトで可愛らしいルックスからは想像できないぐらい味わいもパンチがありますし、結構こうバニラの甘さみたいなものがすごく強く感じるので、ハイボールにしてもね全然割り負けない、ロックとかで飲んでもすごく飲み応えがあります。結構バニラ感が強いのでバーボンウイスキーとかが好きな方はめちゃくちゃハマると思いますし、私個人的にはバーボンのね、ちょっとエステリー感みたいな癖みたいなものそんなに得意ではないんですけど、このフロムザバレルはね本当に美味しくて、私も大好きですね。さらに海外の品評会でも数多くの金賞を受賞するぐらい世界的にも評価が高いウイスキーなので、まあ、昔は普通にね酒屋さんに並んでたんですけど、まあ、人気に火がつきすぎて今ではなかなかこうお目にかかれないというかね、欲しくても、まあ、手に入らない状況が続いています。もしかしたら山崎とか白州以上に、見かけないっていう方も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、私の住んでいる富山県でもね、1年ぐらいは多分普通の価格で見てないかなと思いますね。一応参考までに現在の希望小売価格はですね、2800円プラス消費税となっているんですが、注意したいのが一応これ500ミリのボトルなので、そこの量だけね、間違いないようにしてほしいんですけど、まあ、それを補って余りあるぐらい、アルコール度数 51% の濃い味わいが魅力的な本当に大人気のウイスキーなので、まだ飲んだことない方はね、どこかで見かけた時、まあ、正規のね、安い価格で見かけた時は一度ね試してみてほしいと思います。本当にこれは、もっとね出荷量増えてほしいなって思ってる人がたくさんいる銘柄なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてニッカのブレンデッドウイスキー、まあ、通常のラインナップの中で金額的にも最高峰の位置づけになっているのが、ザニッカです。このザニッカはですね、まあ、5000円を超えてくるブレンデッドウイスキーということもあるんでしょうけど、まあ、このフロムザバレルがね人気がありすぎて、まあ、いまいちこう影に隠れがちな、最高峰ブレンデッドウイスキーなんですが、まあ、サントリーの響きとかとね同じような、立ち位置のウイスキーなので、まあ、完全にね響きの方が人気があるんですけど、まあ、味わいとしては本当に、甘さだったりフルーティーさ、それから、樽感とかね、しっかりとした味わいがありますので、まあ、今響きもね値上がりしてしまいますから、まあ、この機会にねこのザニッカも一度ね注目をしてみて、まあ、ボトルを買ってもいいですし、一度ねバーとかで飲んでみてもいいんじゃないかな、今見直すべきウイスキーでもあるんじゃないかなっていうふうにも感じます。希望小売価格は6500円なんですが、まあ、あんまり人気もないせいか、まあ、5000円台とかで酒屋さんに売ってますし、ネットでも5500円ぐらいでね、出回ってます。まあ、響きみたいにこうプレミア価格に全くなってないので、そちらをね無理して買うぐらいであれば、一度はこうザニッカね買って飲んでみてほしいなって、私もザニッカ大好きなので、そういう人が増えればいいなというふうに思っています。若月とウイスキー、
はい、そしてここからはモルトウイスキーの紹介になるんですが、まず最初にご紹介するのがブレンデッドモルトウイスキーの日華セッションです。この日華セッションもまあ巷では結構ね売れ残っているっていうイメージが強いブレンデッドモルトウイスキーかと思いますが、まあ、今回のサントリーのね値上げもありましたので、まあ、再びこのセッションにね脚光が当たるんじゃないかなっていうふうにも、期待しています。この日華セッションはブレンデッドモルトウイスキーということで、国内の余市蒸留所のモルト原酒、宮城郷蒸留所のモルト原酒、そして日華が所有するスコットランドのベン・ネビス蒸留所のモルト原酒で、その他の、スコットランドのモルト原酒も含めてブレンドされて作られているので、まあ、国内製造だけのこうジャパニーズウイスキーという定義から外れるっていうところもまあ人気のね、あまり出ないところかもしれないんですが、味わいはねすごく美味しいですし、まあ甘さというよりはちょっとビターさが目立つかなっていう個人的なイメージはありますが、私はハイボールとかでね飲むと、結構余市らしさとかも、感じますので、まあ3000円台で、もしくはもうちょっと安く売られてるんであれば、普通にねコストパフォーマンスの高い、見直していただきたい、モルトウイスキーじゃないかなっていうふうに思っています。おそらくセッションをもっと見直してほしいとかね、セッション大好きだよっていう方もかなり多いと思います。初めて飲まれる方は、フルボトルもありますけど、180ml のミニボトルがねコンビニとかで売ってますので、まずはそのあたりから買われてみて、どんなウイスキーか試してみて、美味しければね、まだ普通にセッションフルボトルも全然売ってますので、また買い進めてみるっていうのが一番いい、始め方なんじゃないかなっていうふうに思いました。次もですねブレンデッドモルトウイスキーにはなるんですが、まあ、日華ウイスキーの竹鶴正隆さんの名前を冠した、ブレンデッドモルトウイスキー竹鶴ですね。この現行の竹鶴ピュアモルトはですね、余市蒸留所のモルト原酒と宮城郷蒸留所のモルト原酒のみをブレンドして作られたジャパニーズブレンデッドモルトウイスキーということで、まあ、味わいもですね、まあ、昔の竹鶴ピュアモルトとかセッションとかに比べるとかなり華やかでフルーティーなね、特徴がしっかり出ているなって思います。ストレートロックとかも美味しいですけど、個人的にはすごくハイボールで、飲みたくなるウイスキーです。まあ、ただこの竹鶴はですね、私の住んでいるこう富山県のね地域柄もあるとは思うんですが、まあ正規の価格で売ってるのはねほとんど見たことがありません。皆さんの地域もね、見たことがないっていうところもかなり多いんじゃないかと思うぐらい、一般のこう酒屋さんとか、まあ、スーパーとかにはあんまり出てない印象で、まあ、どちらかというと飲食店向けに卸しているっていう割合が多いんじゃないかなと思います。ちなみにこの竹鶴ピュアモルトなんですが、2023年ワールドウイスキーアワードで最高金賞もね受賞するぐらい世界的にも、評価の高いウイスキーですので、日華のウイスキーとかを扱っているバーで、まずは最初にね一杯飲んでみるっていうのもいいと思いますし、個人的にはこの現行とか、ノンエイジのね竹鶴よりも、竹鶴17年とか竹鶴21年がね本当に美味しいので、そういうちょっと貴重なね今では買えない年数表記の竹鶴もぜひ、経験として飲んでいただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そして最後なんですが、日華ウイスキーを代表するシングルモルト余市、それから宮城郷をご紹介します。結構ねこのシングルモルト余市、シングルモルト宮城郷好みが分かれるっていう方が多いと思うんですが、まあ、どちらかというと余市の方が味わいにすごく芯があって、そして日華独特のちょっと焦がしたほろ苦いピート感みたいなものも余韻に感じる印象ですし、逆に言うと宮城郷はシェリダル原酒が多いのでかなり華やかなタイプの、ウイスキーですから、結構シェリー系のウイスキーが好きな方は宮城郷の方が好きっていう方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。私個人的には、結構ねスモーキーなウイスキーを慣れる前に余市をね、よく飲んでたので、余市のシングルモルトの方が、まあ、思い出もありますし好みかなとは思いますが、皆さんはねどっちが好きでしょうか。一応現在の希望小売価格はどちらも4500円というふうになってますので、まだ比較的こうシングルモルトの中では買いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。
で、まあ夜市はちょっと少なめかなとは思うんですが、宮城峡はねかなり、買いやすいというかね、どこでも結構売ってる率が高いかなっていうふうにも思いますので、まあ、サントリーのシングルモルト山崎白州とかよりは、普段出会う可能性も高いですから、まあそうですね、4500円でこのまま行ってくれるんであればコスパのいいシングルモルト2種類なんじゃないかなっていうふうにも思いますね。はい、結構長々とね日華ウイスキーの銘柄振り返っていったんですが、まあ、基本的には、酒屋さんとかでいつでも買える通常のラインナップのご紹介でした。まあ、他にも、カフェグレーンとかカフェモルト、それから宮城県限定とかでね蒸留所とかで売ってる伊達とか、あとはこれももうほとんど、蒸留所でもね出会うことができないかもしれませんが、まあ、鶴っていうねブレンデッドウイスキーもありますけど、まあ、ここに関しては、なかなかね、普段買うことできないと思いますので、ちょっと今回は省略をさせていただきました。まあ、改めて今回日華ウイスキーラインナップ振り返ってみたんですが、まあ、サントリーのこのプレミアムなねシングルモルトとかに比べるとね花があんまりない印象はありますが、それこそブラック日華シリーズだったり、スーパー日華だったりフロムザバレルだったりね、本当に安い中でもコストパフォーマンスの高い銘柄がずらりと揃ってるなっていうイメージをね改めて持ちましたので、まあ、今後日華ウイスキーさんがどのぐらい値上げするかとかっていうのはね今まだわかんないんですけど、まあ、値上げするにしてもなるべくね最小限に留めていただいて、ちょっとね今サントリーにがっかりしてるウイスキーファンの方もいると思いますので、そういう方をねどんどんね拾っていただきたいなっていうふうにも、思いますので、これからの日華ウイスキーの動向をぜひ注目していきましょう。そしてこのチャンネルではこれからも初心者向けのウイスキー動画だったり、コストパフォーマンスの高いウイスキー特集なんかもどんどんやっていきますので、そういった動画興味のある方はぜひチャンネル登録もお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。